アクラはアフリカ西部ギニアーンに面したガーナの首都。海岸から2 0トルほど内陸まで都市が広がる。2012年の統計によると人口は229万1352人。ガーナ最大の都市であり、政治、経済、通信、交通の中枢である。2019年に世界的な経営コンサルティング会社、 A.T. カ a r n e y が発表したグローバル都市指標によれば政治、経済、文化の面でアクラは世界第93位の影響力を持つ都市と評価されておりアフリカ有数の世界都市である。アクラとはアカン語でありという意味で軍隊ありのことであると言われている。15世紀にガー族がポルトガル人との貿易港として開拓し、後に ポルトガル人はこの地に取を築いて拠点とした。17世紀の末頃にはスウェーデン、オランダ、フランス、イギリス、デンマークも利用する賑やかな街となっていた。現在のアクラはイギリスとオランダの築いた取を中核として広がっており、それぞれジェームズタウン、ウッシャーズタウンと両国との絆を感じさせる地名として残っている。イギリスとアサンテ族の戦争終結後、 アクラはイギリスの西アフリカ植民地の拠点となった。内陸部への鉄道網が整備され、内陸部の工業と農業からの生産物を輸出する貿易港となり、アクラはガーナの経済中枢として発展した。1862年と1939年の地震により二度打撃を受けたが、港を中心に復興した。この頃、醸造所が建設され、町は 周辺の町を吸収して、さらに拡大した。港は現在は東の手間にある。1948年にアクラで暴動があり、後のガーナ独立運動に発展していく。1957年にガーナは正式に独立し、アクラはガーナの首都になった。ベニン湾に面している。市内をオダウ川が流れており、カルーにはコールラグーンがある。 アグボグブロシーという電子機器の廃棄物集積場がある。欠片の気候区分ではサバナ気候に属する。アクラは重地で構成される。アクラメトロポリガンディストリクトラダデコトポンミューニセプル、ディストリクトエリツズーカクミューニセプルディストリクトクロア、ミューニセプルディストリクトオカイクワイミュニセプルディストリクト、エイブルクマノースミュニセプルディストリクトエイブルクマ,ルククマ。 ウエストミューニセプルディストリクトアヤワソイーストミューニセプルディストリクトアヤワソノースミューニセプルディストリクトアヤワソウエストミューニセプルディストリクト主な産業は食品加工、木材加工、宝石、皮膚、化学などであるダウンタウンの風景口が1960年代にテ,テマ、タコラディ、熊市などへの鉄道がアクラから伸びている 地下鉄などといった大量輸送機関はなく、主にトロトロと呼ばれるミニバスやタクシーが市内の交通を担っている。アチモタ学校アクラの郊外には、初代大統領のクアメエンクルマや著名な政治家の一人、ジェリー・ローリングスなどを輩出した国内で最も有名な中東教育機関、アキモタ学校があり、1 3トル北のレゴンにはガーナ大学がある。アクラは、 数多くの施設を抱えている。ガーナ国立博物館、ガーナ芸術科学アカデミー、中央図書館などの教育施設があるほか、ガーナ国立劇場、東大、17世紀にデンマーク人が建設したクリスチャンボーグ城など歴史的な建造物も,も数多く存在している。アクラをホームとするサッカークラブがある。ありがとうございます。